ト大学はいい大学ですね。そうですね。この建物は新しい建物ですね。ええ、新しい建物ですね。先生は静かな人ですね。いいえ、そうじゃありませんよ。あの大きい建物はスミスさんのアパートですね。いいえ、そうじゃないですよ。あれは寮ですよ。Okay, now please write your answers to these questions using the sentence ending particle ne or yo, depending on whether you want to agree or confirm, or not agree or confirm. 一番、ネグレリ先生はアメリカ人ですね。2番、アグヌスコット大学のキャンパスは広いキャンパスですね。